大阪メトロはきょうから御堂筋線と谷町線でミャクミャクのラッピング列車を運行阪神や JR など鉄道各社でも運行が始まりましたまた万博の入場券の前売り販売が公式サイトと旅行代理店でスタート 価格は入場時期によって違い、大人は4000円から6000円で、会期中に買うよりも最大で3500円安くなります一方、東京では入場券の発売開始を PR するため、大阪出身のタレント、ファーストサマーウイカさんらが参加する記念イベントが行われました。開幕券ですね。開幕。はい。ななぜ,なぜなら、 早い、安い、もうこれは関西人大好きまた、万博金運醸成のため、今夜は特別に東京タワーと東京スカイツリーが、ミャクミャクをイメージした色にライトアップされています。